はいこんにちは7月10日日曜日お昼12時10分を回りましたナンバーのお時間お相手の玉城美川とはいしんちゃん津波しんいちですよのはいはいこの前ねこの間7月5日名護の日スナックラジオ沖縄第3弾をはいンバーワーのこのコンビでやらせていただきましたねありがとうございました名護行きたいな名護でやりたいなんか会う人会う人にいや面白かったねっていうふうに声かけてもらったり 俺はさ、個人的にもそうだけど、あの、カラオケユキがよくぞ、あの、チョイスしたなと思うけど、あの、マーマーたちの歌声とか、あの、はい、エコーの素晴らしさはい、はぁ、あ、すごい。もう、エコーズで愛をください。<laughs> <laughs> 感じなんだだけけどあれで雰囲気気が一にうち嫁も聞いてたんだけどなんか分かるっていうかお家で飲んでるのに名護にいるような感覚がしたこれ勝ちだよなラジオマンとしてなスナックで一緒に飲んでる気分で楽しかったとかそうなんですよで私わざわざ私もね朝から知り合いが聞いてて「ぜひとも名護に一緒に行こう」っていうそうそうそう湯河フィンとか泊まりながらさ拠点置きながらさ 歩いていくっていうねそう。そう 楽しかったし、私たち自身もね、ラジオ聞いてる方々がちゃんとついてきてくれてるかな、面白かったかなってちょっと思いつつも、ただね、しんちゃん、ツイッターのトレンドランキング1位になったんですよ、ハッシュタグラジオナースナックラジオナーが。だからいろんな人が番組聞いてつぶやいてくれたってことは、一緒にこうやって応援する気持ちと、楽しくこの時間を一緒に過ごしてくれたんだなって思うとね、改めてありがとうございます。 このさアリトっているんだけど彼も名護応援したいってヨナバルから名古帰り歩いて帰ったっていう今まだありまだ歩いてんだよ今西原のガガチャにいます嘘だけどねありがとうありがとうねはい助け合いというかうんうんうんまあこういう飲食業組合っていろんなつながりってすごい皆さんねネットワークすごいですねだって浦添やる時も下地さんとかってすご集まってきたもんなすごいねヨナバル浦添名護と来ました次ははい。 読み,たん <laughs> 読みたんやってとかいろいろ来てたからさ <laughs> いていうか沖縄市とかもあるもんな考えたら、はいろんなね皆さんの市町村のこの飲食業組合のねあの応援番組スナックラジオ沖縄行きたいので牛かとかも多いよな、はい、うち来てっていう市町村募集したいですよねぜひ、うん、お願いします逆に大東とかで4件しかないけどでも全部網羅するっていうな最高じゃない最高じゃなないえーもうなんかさーああ インチキじゃない中がんかレッツなごを中曽根だけでえなんか楽しそうになってあいつヒージャー食べてからカツヤものだろ食べてからもうなんかもうもんもんとして3時まで寝られんかったってファンファンしてたってほら下半身タイガースですどうぞファンファンしてたって朝大変だったなだったらなシャキーンってしちゃってバックトゥーザヒージャー。 後ろに行けお前は。まあまあでもね、やっぱお酒って、ノミニケーションと言いますけど、本当に楽しい、なんかこう、ね。みんなが笑って、て素敵な番組で。もう本当にお疲れ様でした。皆さんもありがとうございました。あと、皆さん、まだ、あの、ママさんたちとデュエットしに行ってください。ぜひね、それだけでもね。はい、じゃ、今日も南部アワーコンビで、楽しい。また、皆さん、一時間ないですよ。五十分。お届けしていきたいと思います。また時間もないしな、あれも放送もや。はい、お付き合いください。足りないぐらいがちょうどいい。はい。 この放送は沖縄ミルクヒストリー宮平乳業、お漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコンにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉、美味しくてヘルシー前里、以上各社の提供でお送りします。ナンバーはラジオキナがお送りしています。はい、じゃあここでレッツナゴーとつね、つながってますんで。ーね、<laughs> 昼から <laughs> ターンウラン。<laughs> <laughs> しかも録音だし, <laughs> 録音だしな <laughs> <laughs> じゃ行おいしい話題を紹介していくんですけれどもおいしいといえばまずお礼をしんちゃんそうですよねたくさんこの前名護の皆さんからもいただいてそう今日番組のオープニングねスナックラジオ機ーのね話をしましたけれどもこの名護に行ってたメンバーがお土産にということでスタジオのしんちゃんと私にとねまずクイーンのミコママからあミコママねゴールドバレルあのあれですよパイナップルですよ上等のやつ これ先が浮かんできたゴールドバレルって、なんか。ゴールドバレルって酒があるんですか?。昔あったんだよ。ええ、島竹で。うん。あの、ママからの差し入れでして、あと、島名さんから、あの、列のこう、中曽根が食べた勝山のひジャゃ。あれを。お土産で、いただいておりますので。鶴崎のふもと勝山。ありがとうございます。いただきたいと思います。モあ、もう、にふえデル。ありがとうございます。ボディビル。ボディビル。はい、じゃ、それでは、えっと、美味しい話題紹介していきましょう。じゃ、しんちゃんからどうぞ。はい。 はい、えー。愛知のゴーゴートラックさんですねはい、ありがとうございます第61回のサパでゴーゴーは地元の東名阪道上り線の大山田パーキングのはまぐり青さ塩ラーメン950円です絶対美味しいな美味しい絶対美味しいなこれもう,もうメニューだけど美味しい、えー、なんかこの大山田パーキングエリアは三重県桑名市なのですがな、うん、桑名といえば その手は小穴の焼きはまぐりなんて言われている町ですね、えー、その伊勢湾で育ったハマグリに三重県産の青さが塩ラーメンに入ればもううまさ倍増ですよハマグリもふわふわで美味しくって食べてハマグリの出汁も出たスープ最高でしたよしんちゃんみか 沖縄だととと海鮮の蕎麦とかかあありますかあと先日給食係で紹介した桃の恵みは届きましたか缶の画像だけでは美味しさが伝わらないし先日福島へ行ったので送りましたので皆さんで飲んでくださいねえへ、ー、文字のメッセージもごめんねごめんねって来てますけど絶対見てこのハマグリラーメン絶対もうナイスかまどこですよこれ。

片方しか重くないから11え大丈夫やみねえさん姉ねえさん主婦よ主婦3人の子育てをこんなに頑張ってる主婦123こっち側でだから片方でしかちゃいてないあっおきれいにできてるあのさ ほら、えっと沖縄はこういう出汁のね海鮮系のそばないんですか？っていあの貝出汁のそば専門店ができたさ、まあバルで紹介バルでナンバーで紹介したさ。あえっと草原寺。泊まりと朝とのああいいだ草原寺か。そうそうそうそれそれそれ。行きたいな。行ってみたよね買い出汁のそば行ってみた。い 買い出しって言ってなんか買いに行かされるみたいだね。買い出しってこう言うあでも絶対しチよね。桃の桃のジュースこれ届いたんですよ。マジ？はい。えマジハンタガワ。マジ好きなハンタガどっちだっけ？マジ好きなハンタガワ。なハンタガ石田中航空。石田中航空。これいつも言うんだけど私覚えきれないんですよね。えっと午後ドラックさんからです。福島の桃の恵み送りますよみんなで飲んだらいいさということで。いやー。 ましたし。ええー、東北プレミアオリジナルスイート。桃の色だから、うん、ピンク色の缶なんだね。可愛い,いな、これね。えー、ああ、ー桃だ、<敵>桃。お家で、じゃあ、すみ、ありがとう、ござな、ごうごうさん、お家で冷やして、ゆっくりバレないように飲みます。<laughs> 気づいたら、なくなってする時、結構あるから、でも。<laughs> 冷やした方がいいのかな。ね、冷,やん冷やした方がいいのかじゃない。じゃなんか、前、前まんまでも、美味しいみたいな、なかった。 俺沖縄だからよしと召し上がりくださいがいいのかいやどっちでもいいけどえーでも今すぐ飲みたいんですけど開けていいよ私じゃじゃじゃあ日本ずつユッキーと開けていいじゃあ飲みよじゃあうわーめっちゃ梅ねいい香りしますよ梅じゃないだろうじゃないけどうめって言でからえはまぐこれ片方ついてる。すごいいい香りがするんですよいただきますよどうぞ はい。美味しい。ももももよもも。もも。これパッパッケージもすごいね。なんかさ。はい。イメージはさネクターのさトルトルトルしてるネクターがさ。ありますね。あれイメージしてたんですけどサラサラしてるんですよ。あサラサラのでももだけ。うん。黄色いネクターじゃなくてね。うんうん。ピーチネクターね。うん。ネクターって持ってるかな。上品。やっぱ美味しいだろうな。 福島桃の恵みだからな、果かじゅう百パーだからね。甘さがさ、うん、もうなんかわかる香りがもうずっと鼻の中に残るんですよ。で、しつこくないのこの甘さ、すっきり。すごいね。さあ、それは今なんと半額の倍で売ります。<laughs> また。定価やし。<laughs> 定価やし。<laughs> 待って、もう一本なくなる。<laughs> めっちゃ美味しいんですけど。んー あの、みか、ヘッドはもうピンクだから、今日似合ってんだ本当ね、素敵です。はい、ありがとうございます。いや、もう美味しかった、ごちそうさまです。私は冷やしゆっくりゴーゴースプラクさんいただきます。ありがとう。二部屋デビル。幸せ、口の中がめっちゃ幸せなんですけど。最近幸せだな、ありがたいな、あ二部屋デル。はい、じゃ、続いてこちら行きましょうね。はい、ゲーム、馬ンさんいただきました。ええ、しんちゃん、みカこんにちは、馬ンです。あ、馬ンは。馬ンさん、名古屋に来てなかった。いましたよ。それこそ、クイーンにいました。 すごいね。どんな顔してるんだ。お会い、お会いしたいな。お会いしたことないですか?。あるかもしれない。はい、お、もちろんお会いしたことがありますけど。はい、よろしくです。あの、本当になんかね、あれですよ。えっと。七号線の鬼だよな。あ、もうそう。よく知ってるよ。み、見た感じ、本当になんか、あの、あの。仏様みたいな、いい顔してる。わかる。あの、優しい顔してる。自然と手と手が合いそうな感じ。うん、本当、でも本当に優しそうな顔してる。優しいんだろうな。そうだと思うんですよ。で、パパさんはね。 <え>パパさんさあね、お父さん、出張が多いんだよな、お仕事忙しそうだもんね。だからもうなんか、うん、まあまあい,いや、まあごめんなさいね、あの後でお顔なんかイラストに描きます。イラスト、イラ <laughs> <laughs> だん段ん遠くなってる、<laughs> マジか。えーと馬込、はい、です。名古屋のそば屋さんで定食も充実しているお店丸高タカそばさんで生姜焼き定食をいただいてきました。丸高タカそばさんの生姜焼き定食には昆布、昆布。 生姜焼きの中に、えー、しうが、えーとうん、昆布、苦菜のしらえ、あ一緒に炒めてるんじゃなくて、昆布の小鉢ってことね、びっくりした、昆布、苦なのしらえ、生、え、姜、ー、焼きは玉ねぎ、ピーマン、人参豚肉が入っていました、うん、生姜焼き定食730円、おいしゅうございました、名護市丸高そばで検索すると、必ず連れてってくれますよ、座長、西松に浅井染霊上級プロ、緑貝で飲む前に寄ってみーということで、いただきました、うまゴンさんです。 もう丸高さんを有名ですよね。はい、昔は名護に入る時、入り口にバーンって名古。あの、ね、警察署の前の方にとかあったりと。うん、今どちらになるのな。なんか移動したのかな。今アイスクリーム屋さんとかなってるしね。はい、うん。あるかもしれない。のね、有名でしょう。うん、丸高そば定食。えっと、もちろんこのね、生姜焼き、サラダ、昆布、白和えがありますけど。うん、ちょっとさ、このちっちゃい。 そばの汁、はい、こういうの嬉しいですよね,、うん、すよね定食にいてるやつねありがい、ね、はい、はい、ありがとうございますあなんかまだ桃の香りがいい香りが癒されてるいいですねはい、はいえー、南部の帰国市場さん来てますね、うんえー、今回も美味しいカフェをご紹介します今日はチャタ谷にあるスティック・バイミ・ミエスプレッソでいいのかなエスプレッソですめちゃくちゃおしゃれなカフェですねインテリア食器がヴィンテージでお店自体が私好みの店、うん、そこで食べるアボカドチキンライスが美味しいですあ ちなみに私は、えー、アボカド苦手なので抜いてくれます。<laughs> じゃ普通のチキンライス。なんでアボカドチキンライス。<laughs> すごいな。えー、ダウンタウンでチキンライスって感じですね。えー、他にもフレンチトースト、ワッフルなどなど気になるメニューもたくさんありますよということで。あとスムージーもいろんな種類があって今度飲んでみたいです。うん、場所は茶山町北前一の十段の一。営業時間は七時から十七時。朝の七時からなの。うん 日,日は水曜日です通りから見えるんですすごくすぐ分かると思いますアンシェーということではいええー、面白いねなんかなんかあれだね分かるあのタコライスの、うん、このタコミートみたいなものが上にのってるんだねチキンライスってさイメージ、うん、私ほらケチャップライスみたいなのがあ,さあんな感じなのかなと思ったけど違うわけねオムライスの卵がないバージョンがそう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 かなと思ってたんですけどあれだねは

6月25日土曜日、イオンタウン南城に行ったら、前から気になっていた黄色い K のキッチンカー、うん、マイタコスが出店していたので、早速ゲットしました。とりあえず、スタンダードのタコライスとタコスを一、えー、ワンピース買い、甘口と辛口が選べるソースの辛口を選びかけて、うさがりま、えー、選びかけて、うさがりました。タコスもタコライスも申し分なく済みでしたが、辛いのが得意な僕でも少し辛く感じたので、辛いのが苦手だなって人は甘口にした方が 無難のようですよ。とっても目立つ黄色いキッチンカーなので、見かけた際はぜひチャレンジしてみてはーということで。ヘクトインティライム大城さんです。えーっと南城市ね。はい、うん、私もこの間見かけて、うん、えーっと家族が買いました。ああ、よかった。食べてましたね。ぜひぜひぜひはい、なんで,で。タコス、タコライスとまた飲み物、これでいろいろ意見が分かりましたね。 ああこれね何が合うううううとかそそそそ私はもうがぜんお茶派なんですけど俺ももうずっとお茶とか水炭酸でしょっていう感じになるんですけど炭酸勇気は勇気は炭酸さ黒いやつ黒水炭酸さああでしたねもうか黒み黒い水の炭酸がはい一本飲めない俺もなんだろう分かる年を重ねますね年を重ねてますよ本当にもう ていうかシュワシュワ自体もあんまり飲めなくなってきますけね。あんまり飲めないですね。炭酸が本当に疲れでしたけどね,ね。私は炭酸がいいけどね。普通に飲むときにはよ。ミヤクカヤン炭酸炭酸,しか炭酸。電池も炭酸だよ全部。<laughs> だからこのラジカセがかからんさゃん。<laughs> <laughs> 単一です。炭酸がいいんですけどね。ねはい、でもタコスところです。お茶がいいの。俺もそうだな、ねうん。はい。 えー、ミカリスナーの皆さんこんにちは。そしてシンちゃんさん,んは,はじめまして、うん、えー、ヘイバルの一匹狼ことラジオレムマンゴー警備隊です。はい、はい、ありがとうございます。このコーナーで紹介した飲食店は今週月曜日に地元チカジャンで、えー、オープンした汁物専門店、汁三昧というこです <laughs> <laughs> 汁ざいまい汁三昧オーナーさんは地元の2つ上の先輩で <laughs> <ー>店内で飲食できる場所は 塚山十字路の近く美味しいから食べに行ってみてください終わりいいね汁物で。汁三昧はどんな汁が置いてんだろう、うん、これ教えてほしいよねそそそうそうそう。例えばイカ汁が置いてるとかオチナ風な感じの汁なのかなそれともホントっぽい感じなのかな,のなか、ね、これメリー今度ねマンゴー警備大使教えてくださいあの、うん あそこにさ糸満にあるさ、うん、あの魚屋があるところで汁がいっぱい浮いてな貝汁とかなんか,なんかしじみ汁とかさイカ汁とかってどこの話してるのかなあれお魚センターか中にあるわけよ汁引ビ園うん汁引き園だ俺、はい、あっち好きだなああお魚センター そうそうあそこの中でどうしても買いたくなるわけなんか素敵で注文してから作るさあちらしてからはいはいいいなでも本当いろいろこうお魚屋さんお刺身屋さんってみんなそれぞれちょっと変わったんていうのうちの推しみたいなそうそうそうあるんですよ面白いうまくなんかねの凹凸がついてるっていうかそうなんですよねですよねかぶらんようにというかはいじゃあ続いてたまティロさんいきましょうたまティロっていうな えー、しんちゃんさんみーかさんこんにちはたまてろです、はい、今日は僕の母校南部農林高校横にある三重食堂を紹介したいと思います怪しい,いんだよねここね、うん、行ったことないな学生の頃のお昼時間毎日来てました、うん、現在お昼時間は学生は外に出ることができなくなってるみたいで、うん、登校前に買っていくか帰る時に買っていくそうです、うん、もちろん店内で食べることもできてメニューは沖縄そばとかいろいろあるんですけど今回僕が頼んだのはカツカレー2階のテーブル席で食べてきましたカレーはお皿から あふれんばかりに盛られてます。見てください。安かったですよここ学生表面張力表面張力っていうかもうあふれれって言ってる。<laughs> いいよ無理するなあれれって言ってくすごいな<ー>、えー。盛られてて店内で食べるときは小さい沖縄そばがついてきます。<敵>相変わらず美味しいんですよ。細切れの鶏肉が入ってるんです。これがまたいいんだな。でお値段いくらだ。四百円。なんと。 三百五十円です。まあこれは優しいな。<laughs> この人の辞書に儲けっていう字ないんじゃないか。<laughs> おかしいよね。あ,あおかしいよ。安すぎですよ。サイズがわかりやすいようにペットボトルの蓋を添えた写真載せますということで、これがペットボトルあのほらよくね,、うん、ねサイズがわかるようにねタバコの箱を横に置くみたいな。ライターこれありがたいな。三百五十円はしかも上にカツが載ってるこれ。 ということは、これ、勝ちなかったら300円とかで売ってるってことかな。そうないのね優,優しいね。学校の周りにある食堂でそういう優しさがありますよね。うん、そうですね。ね、ほんね。うん、素敵です。ありがとうございます。はい、はい。じゃあ、えー、続いて。フォレストオールさんですね。はい、高カクラブ88番フォレストオールということで、えー。今回も沖縄市からよろしゅうね。音市場、えー、道向かいの一番街にも、せんべルや居酒屋ができて、昼間から飲める店が増えてきましたよ。かっこわら。 そしてからミラクルシーコザで撮影された一方通行のパーカーベニューに入って2つ目の十字路を右に曲がると右側に見える大城京阪お二人ちゃんこれなんていうの大城じ大じゃないよね<扇>大城でしょ、えー、扇って言うもんだようん、うん、しかんだねメニューは大城京飯800円の一択のみトッピングに味玉100円を載せました鹿児島奄美、えー、大島の郷土料理の京阪とは全然似てなくて 東南アジアのカウマンガイって料理に似てるかもです。酸味がということで、うん、ここオープンした時にいろいろこう取り上げられてて、うん、私も食べたいなと思ってるんだけどまだ行ったことないんですよ。 俺もあの通ったときに気になっちゃうけど、やっぱ行ってないな扇計版だから、だから大城って書いて扇、うん、扇って言うんだなとか、うん、ね、だから、その情報だけは知ってるんですけど、まだ行ったことがないな面白いなここにさ、いいね、トッピングみたいなので、パクチーとか載せたりとかもできるんですよ、うん、そうそう、あれ、書いてあるさ、パクチー300円、うん、あさ100円か、100円,100円、パラペーニョ50円とか。そそ、うん、そうそうそう これ多分あ多分というかこの方がどっか行った時扇って言われたんでしょうね台湾とか行ったりねいろいろ混ざってんじゃない扇さんなんじゃない大城じゃなくてそうそうあ改名したのかとかもしれないしね扇さんって言われてるえーっと東原さんが桃原って言ってるみたいな感じあんな感じか桃原さんいるよねいるわけよオロドレイ私先輩桃原さんだった桃原っていう トーバルでしょ。うん。モです。な <laughs> スナカワです。濁りません。スナカワですって5回ぐらい言われて、怒ってるみたいな。はあ、スナカワさん。スナカワですって。スナカワですって。ですって <laughs> 5回ぐらい言われた時に怒ってるんだろうな。<laughs> なんで俺1回スナカワさんって言ってたけど、スナカワです。スナカ。濁 <laughs> りません。スナカ。 お願いしますね。砂か。あら、あら、荒垣さんも、荒垣さんも。そう、新学期とか。荒か。荒か。濁りません。もうおかしいや、でも、名前にね、ポリシー持つっての全然いいかもしれないですよ。で、怒ら、怒らないでください。はい。ということで、もう時間になっちゃいました。すなか。すなか。たまにはこうして、すなか。すなか。 まあ、でいいですかいいです,よいいですか締めますよ <laughs> <る>、えー、以上け給食係のコーナーでしたでは続いてこちらのコーナーです<う>沖縄製粉プレゼンツ全棟もあいの窓 沖縄の伝統的風習モアイは地域友達職場とさまざまな仲間との親睦を深める場として親しまれていますさあ前頭モアイの窓ではそんな皆さんのモアイ風景を紹介していきましょういい今週はねしんちゃんこの方、うん、50代も楽しいさんのベストソーダさんいただきましたいいですねいい言葉ですね、はい、50代ですここしんちゃんみーかこんにちは<生>50代も楽しいさんのベストソーダです<う>コロナ禍でずっとできなかったモアイが7月から再開するよ

たけしからいね。うん、<laughs> もう嬉しいさ。やっとみんなに会えるから、とってもワクワクしてます。うん、昭和42年生まれの羊年だから、モアイの名前は羊飼いです。ということで、ベストソーダさんです。ありがとうございます。羊飼いっていいな。うん、飼ってるみたいだな。かわいいね、うん。いい。かわいいね。でもたけしから連絡来たんした。たけしさんが、<laughs> あのー、中心人物なのかな。かもしれないです、ね。たぶんね、座元というかね。はい 私も再ししまたようちのも嫁が再開するって言って振り込みだったからもう大事なんか張り切ってるんで遅れるよね遅れるよね迎えれるよね場所で？うん。事になったのその間はどこかのファミリーマートの駐車場で水飲みながらテロバってる時々変なだから買いに行ったりしていや囲碁駐車じゃないです一応買ってから中でみたいなはハ 私だからその再会の1回も行けなかったんですよ。 仕事でそうなんでないねでもそでもでもその再会したっていうのはいいね少しずつですけど本当にやっぱりねギア1に入ったみたいなやっとやっとみんなに会えるなと思って楽しみにしていますだから同じようにねんかその気分がよくわかるな気持ちわかるなと思いますのでじゃあたけしーはじめね皆さんにもよろしくお伝えくださいたけしーありがとうってみんなで言ってくださいねじゃあっときょもベストソーダさんには沖縄製粉さんからプレゼントがありますよ はい、採用されましたので、沖縄製粉よりウコンにトコトンしじみ800個分の10本入りをプレゼントします。おめでとうございます。おめでとうございます。今回のモアイ間に合わないかもしれないけど、次回のモアイでね、うんうん、みんなに持って行って配ってください。ちょっとずつ味見交わしてもいいし、うんうん、まああね、あのベストソーダさんが。 全部飲んでもいいっし。お任せしますよ。そうそうそう。そうお任せしますよ。でも本当、浮かとこ飲んでね、明日もお仕事もありますから、はいうん、頑張っていきましょう。うん、ということで、以上、沖縄製粉プレゼンツ、全頭も愛の元のコーナーでした。<laughs> さあ、じゃあ一曲お届けしましょう。いいですね。今日、チューブがかかります。うん、あ、すごいね。はい、いきますよ。よチューブで、サマーシティ。<laughs> 沖縄セ このコーナー 地元に全力 au 沖縄セレナの提供でお送りしますさあ機種変ロックンロールは機種変更の話題のほかにも私この sns にはまってますよだったりとか au ペイなどの電子決済の話題 au 電気など暮らしの一部でこんな風にスマホを使ってますよなどなど皆さんから広く募集しておりますはい今日もスタジオの様子をね youtube で撮影していますくだかせいあアナウンサーありがとうございますせいあが一人入っただけでスタジオがあったか

スマート電話ですすススママーートト電電話話ね年目ですで,、ねうん、でちょうど今月 au さんからソニーのイクスピアリが発売されるようなので悩んでます <laughs> エクスペアリイ <laughs> クスピアリーってディズニーの横の商業施設のことですよねイクスピアリっていうあそこなんか買い物できるおしゃれのねなね、えー、建て物とかがあるところ、えー、多分ぶイクスピアリっていうんですよ。 混ざってないこれ発音がすぎるの？エクスペリアですね。だよな。エクスペリアがいやソニーから It's a s o あそうね。でもなんとなく伝わりますよ。発音がすぎるかもしれない。そうですそうです。エクスペリアです。え悩んでます。これってお店に行くと試し操作とかってできるんでしょうかね？できるんじゃないですか？今までソニーのスマート電話使ったことないからデイジ緊張してます。 そういえばマンゴーって何種類あるんですか。わかりみ <laughs> <laughs> ちちこはどこ沖縄で食べられる全種類を送ってくれるんですか。本当にじゃあね。という迷ったらカツドさんです。四種類ぐらいない。キーツとかなんか,なんかアップルマンゴーとかあります、ね、けどね,、うん、ね。マンゴーといえばこの間、はい、あのウルマ市の。はい マンゴーのお母さんじゃなくて多分庭でかな東急のああんか話題になってましたねすごいねあれ伊波大師が作ったんじゃないかっていうねもうなんかそのまま取っておきたくなるはずよかあれ腐れないんだったらさどうにか腐れないようにして飾りたいよね飾りたいよねあんな形のマンゴーあれだって奇跡だもん奇跡でしょあんな形でできるのまううるしいっての素敵よそうそうそうなんですよ マンゴーの話のほうになりましたけれどもこれでもさ機種変更するときに、うん、事前に,この,機種変にこの機種にしたいってリサーチしてるっていうのがすごくないですか、うん、そうだね。ね<ー>自分が好きなのでもうやっぱだからもう気になるからもいろいろチェックしてらっしゃるんじゃないかなと思う店頭に行ったらありますよね、うん、ある置いてあるもんね,ね大きさとかもあるからね、はい、ちょっと私の大きすぎるなとかいろいろね。うん ありままますかからねそのまま持っていかんよちゃんとちゃんとつながってるからつながってるんだよ <laughs> 何ですか今の分からんけど <laughs> いい操作だから僕でもほら試してみて自分があんまりだなと思うとやっぱ違う、うん、ねなるじゃないですか、うん、しんちゃんこういうふうに機種変ってこれいまだ一回もしたことないからそうだから iPhone に変えてからだからこれらそのまま自動的に iPhone の11とか12とか13になるっていくんじゃないの 私さアイフォンの13使ってるんですよ全然大きさ違うんですよほら違うなね全然違うでしょいいなでもなんかなんだろうおしゃれっていうかシャープみたいだななんかなんだろうなシャープみたいな、シャープになってるとかなんかセンスがいいみたいな感じで見えるボタンがないからねもうねポチっていうボタンがないから今。ボタンがあるんだよそそそううう。でもボタンがあるのがいいっていう人もいるさ はいそうであの年配の人たちは、うん、このボタンが「うん」うんって押してプチンって鳴らないと消え,消えたとかそういう感覚がないから、うん、あえて、うん、ボタンがあるスマホは残してるって言ってましたよあそっかあえ,あえて不便って言ったらおかしいけどあえてその機能を残すっていうのはあるよなそうなんかさちょっとだけ話変わるけど、うんはい、バリアフリーっていうのも、はい、階段とかがあえてあった方がいいっていう話もあるわけじゃないとこの忘れるからもう慣れすぎて 上がるっていうこの感覚とかっていう人もいるわけさどっちを信じればいいのかとか不便さ全部まっいらだったら全部通れるけどあえて階段とか段差がある方がいいっていう人もいるわけよへから今でもユニバーサルデザインでね全部なんかこういうフラットにとかみんなが快適に使えるようにとかねだけどそれで人間忘れていくっていうこの不便さを便利すぎて確かに 言われたらそうだな、それもあるけどね、はいどうもありがとうございます、迷ったらカツさん、ぜひね、今度、機種編したら、完了して報告欲しいよね、実際に使い心地とかね、お待それをなんだ、立ィズニーの横のろで写真撮ってきてほしい。でクスアリ <laughs> よろしくお願いします <laughs> さあ今日もスタジオの様子は YouTube で撮ってますのでぜひね記事編ロックンロールで検索をして、えー、ご覧になってみてくださいはいよろしくです、えー、以上沖縄セルラープレゼンツ8種記事編ロックンロールこのコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りいたしました さあ、それでは参りましょう。ラストのコーナー、刑事係です。あなた、ま、あなたの街のあれこれイベント情報、面白看板見つけたなどを紹介しております。はいよじゃあ、あしんちゃん、うん、えっと、何かお知らせありますか?。僕はね、今、島守の塔っていう映画のね、サポーターを新聞とかで募集していますんで。はい、よろしければ、ご協力いただければ、僕も出てますんで。はい、はい、お願いします。お願いします。で、はい、私からちょっとお知らせ。えっと。 ししましょうね、YouTube はい、あともう少しするとチャンネル登録者数が3,000人を目の前にしてくれおめでとうございます、ね。いろいろ頑張ってるもんな,な3,000人登録達成したら通波新一ケで何回信をしてくれるっていう、はい、もちろんもちろんもちろん。<laughs> <下>の<ね笑>その前に一回ユキとかミイカー来て草刈りしようね <laughs> 映らんのに <laughs>。 これを利用してからな、あのジェッターとかでなんか、ジェッターね、掃除してから。で、お家の中でやるっていう意味が分からん。ぜひぜひ、あのよかったら、皆さん見てみて。くださなんか三千人になったら、うちの家でやるっていうことになってますんでね。登録ポチっとよろしくお願いします。こちらいいですか。はい、じゃ、皆さんからいただいた刑事係、お知らせとかね、イベント情報、面白看板見つけた紹介してまいりましょう。プルプルゼリーイチゴ味さんですね。えしんちゃんみか、スナックラジオ、きなめ、めちゃくちゃ楽しかった。ありがとうと、これだけ俺のメールが来ております。 でもさ「プルプルゼリーいちご味さんは」はツイッターの方で遅れて多分てで、うん、あ,あのさ今日、うん、私スタッフと話をしたんですけど、はい、スナックラジオ沖縄ってさ、うん、あのー、ほら後からもしかしてこの最初の部分聞き 逃してしてまった場合、うん、後から聞く人ってなんでこんなに酔っ払いの皆さんが楽しそうに喋ってるんだろうなって <laughs> それ朝方聞いてたらな <laughs> そうそうそう思うけど <laughs>、うん、今ラジコがあるから追っかけて聞けるさあ、うんまあ、すごい便利だねってそうだよな聴、うん、きしでそれとまたあと名護を応援する気持ちがある方ステッカーまだ。 販売そうなんですよ、ちょっとの今日皆さんからも感想、いろいろ届いてるんですけど、今回、スナックラジオ沖縄第3弾ということで、名護の緑貝の完全バックアップのもとね、この番組をお送りしたんですけれども、皆さんにぜひステッカー1枚1000円なんですけど、送料も込みでね、これ、購入いただいて、手数料とか金額を引いたものを社交飲食業組合、名護のね、日本に寄付しようということで、町の活性化に利用してもらいたいという。 ことになっておりまして、えっとラジオキナのホームページショップの方からこのねステッカーまだ購入できます。はい、ぜひご協力ね県外でもね、もう場所は問いませんので。よろしくお願いします。でも実際ツイッターでさしんちゃん、そのスナックラジオキナ届いたよとか。そうたくさんの方がね、チームアップしてくれてた。その横になんか飲み物泡盛があったりとかして美味しかったつまみがあったりしてね。あの。 スナックラジオジキナーのこのステッカーとラジオ沖縄キナーの公式グッズのタオルが発売された時期がほぼほぼなんかあの一緒ぐらいだったんですようん、うん、だからセットで購入してくださってる方が本当に多くて嬉しい限りでございますありがたいで,す、はい、でこの「スナックラジオ沖縄キナー」を聞き逃してしまったなという方、うん、ラジコタイムフリーで聞,き、うん、聞くことができますのでっ、うん、と明日まで。 火曜日放送だったから明日まで。明日までね。はいはい聞けますのでよろしくはいぜひよろしくお願いします。先週の火曜日7月5日はい火曜日の夜、えー、8時から放送しましたので。はい。 あ明日までか。明日までですね。一週間だからね。そういうことか。うんうん、はい、ぜひよろしくお願いしますね。ステッカーも。はい。はい、じゃあ続いてこちらスマイルリンダさんいただきました。うん、しんちゃんみーカスタッフの皆さん、ラジオ聴きの皆さんこんにちは。ヤンバル福木並木からスマイルリンダです。フリートークでお願いします。えー 先日7月5日名護の日のスナックラジオ沖縄2時間ではもう足りなくて、うん、ぜひ次回は時間マシマシでお願いしますラジオ沖縄から久高誠也アナウンサーとレッツゴー中曽根さん裏方の西原さんが名護に来ていて西原くんも言ってるのそうなのね皆さんイケメンでした本当だよ <laughs> <laughs> 本当だよって言ったら嘘みたいになるからせいやは半年で1 2キロの減量って素晴らしいね,ういね、うん、とにかく素敵な特別番組ありがとうでちゅリンダたちは名護島奈ーさん筆頭に横浜からヒロポンさん福岡からウマゴンさん那覇からビッグマザーさんアメリカから私のネーネーとめっちゃ楽しかったですすごいなクイーンのミーコママお疲れ様でした最後にふるさとをカラオケで披露してて流走姿も綺麗 で素敵でした。しんちゃんマスター、ミーカーマーマー大爆笑、ありがとうございました。感謝です。原料パワーチャージ満タンでした。ということで、えスマイルリンダさんいただきました。うん、ありがとうございますね。よかったです。まあ、でも、このメンツの、あのー、ね、声が聞こえた時に、うん、あの、ツイッターとかでも、おお、皆さん、飲んでんのみたいな。このメンバーが集まるわけですよ。すごいよね。はい。いい、いい交流ですね。そうそうはい。はい ユンタンザヤシさん来てますね。はい、ありがとうございます。あ、ユンタンザヤシさん、そうそう差し入れ、さっきも言いましたけど、ありがとうございます。ありがとうね、本当ね。差し入れいただいてたんですよ。え、本日刑事係で紹介したい場所は、名護市二見の旧道にあるメロディロードです。え、車で走行すると二見上の音が聞こえるドライブコースですよ。というね、あの坂降りていくときに。そうそう、トン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 あの道路に。ありがとうございました。何何て言うのこの。なんていうの、ストップ。 何、ね、かその滑り止めみたいな,なそう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 あれでだん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 ってやったらちゃんとメロディーになるんだよね、うん、そうそうすごいんだよスピードとかも何キロがいいとかあれどういう仕組みねん分からん分からん日本道路交通情報センターそうなの,そうなの <laughs> 混んでませんあれはすごいよだからああいうのこのタイヤが吸ったん っていうこの音と後ろのタイヤがっていう音がうまく重なるようにってことじゃそしてそしたら次のってことでしょう。これ考えて人偉いよな。こんなとこ誰かが操作してると思ってたよ私。通る通るたんびになんか音をドップラ効果じゃないけど流してると思ったわけよ職業なん職業なんねえしたらえっとスタ昨日は五十代だったの結構結構忙しかったです。 土日はちょっと一応時給も増して最低賃金820円なんで900円になるんですよ <laughs> まあこんなに言ったらさ昔もうなんかネタとかだったけど昔切符だったさ中で取ってこっちで出してる人がいるっていうあのバイトあんなバイトあるけ <laughs> でも、あれ、なんかいいからさ、県内至るところで、ああいう、なんかほら、<laughs> うん、その土地になら、ならではのほら。二た城はね、はいいうね昨日もね、昨日ク,クラジオキ砂倉城期内でもね、やってたけど、うん、名護イコール二た城みたいな、ね。そうそうそいく大王ですね。はい。うん、ということで、皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。はい、また来週もあなたの街のいろんなんお話聞かせてくださいね。以上、刑事係のコーナーでした。うん、南部アワー、この放送は、沖縄ミルクヒストリー宮平乳業。 お漬物の菜園、ホリデー車検スーパー乗るだけセットの二郎工業、ウコにとことんしじみ800個分でおなじみの沖縄製粉。 美味しくてヘルシーマイサト以上各社の提供でお送りいたしましたえ今日も採用された方の中から抽選で春閃一歩のペアランチ券のプレゼントがありますね、うん、ぜひねはいこちら発想をもって発表に返させていただきますはい一歩さん利用してくださいで食べに行ったらぜひね、うん、給食係で感想とかもお寄せいただけると嬉しいです、うん、であう11時からやってるんでまた昼飲みとかもできますからねぜひ、うん、そちらもご利用ください昼飲みできるんだできるできるできる私金曜日休みの時行けるじゃん。きあ ぜひぜひもう昼飲みする気なんですだよねでも昼から飲んで早く終わって早くっていうのいいよねぜひぜひいいですねはいぜひご利用いただいて感想なんかも聞かせてくださいねよろしくですはいで先ほど刑事係の中でもお話ししましたけれどもスナックラジオギタのステッカー絶賛発売中ですので皆さんよかったらホームページチェックしてください次やる時はまた違うステッカーなっちゃうんでねぜひここで購入していただければこの企画の前提になりますのでよろしくお願いしますまた揃えてコンプリートしていただいたらありがたいですねだからさ 第四弾、第五弾ってつなぎたいね。うん、で、読みたんとこ、ね、沖縄市とかね、まだ、うるま市もそうだよね。うん、そう、糸満市も行くよ。うん、糸満もいいな。そうですよ。いいな。いきます、いきます。いいですね。ぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで、そろそろ、お別れの時間です。ナンバーワン、お相手は、玉城美香と。はい、しんちゃん、つは、しんいちでした。じゃ、あまた、来週ね。バイバイ、ありがとう。